キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパーキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は水曜日ということで、私お休みいただいております。ペコリーということですけど、いかがお過ごしでしょうか。はい、ドドンということなんですけど、今日のこちらの方面は雨ということだったんですけど、午前中はちょっとパラと、で午後から曇りということなので、まあ、そこまでひどく、雨っていう感じではなかったのでしたかね。はい、そんな感じでございました。はい、どんなでしょうか、植物たち。なんか各地でこのやっぱ暑さやばいということで、東北の花草さんですね。はい、アガベの達人、花草さん、はい、ポストストーリーとかでかなりやられてるみたいですね。葉焼け、なんかもうちょっとこう黄色っぽくなってたりね、絵に描いたように分かる、葉焼けされておりました。しょうがないよねって思うんです。ただね、家の中とかハウスとかで LED でガンガン当てるしかないもんね。だけどやっぱそれだけ紫外線強いんでしょうね、今ね。いや、人間も結構色黒というか真っ黒あってますね。日焼けしてる人結構見ます。テレビとかでもね、どうしたんこの人っていうようなね感じで真っ黒で、そんな人が結構多いんですけど、はい。吉野さんの、今度あれか、今度東北っていうかね、行くみたいですね。神奈川、ちょっとよう知らん。よう知らんとですよ、もう九州出身なんで。まあ、東北の方でイベントがあるところで行くんでしょう。はい。で、それで、ボタマル、なんか、荒沢さんもなんか知った、チクチクダンスとかで言うんですかね。ボタマルで、埴輪。そう、省吾さんも行くみたいですね、香川の省吾さん。香川の省吾さんが、こだまさんが、作った、省吾さんのチュビーでしたっけ。チュビーやったっけ。ちょっともう読めないですよね、英語はね。埴輪、ちょっと先行リリースっていうことで、1杯2500円って言ったかな、はい、って言ってましたよ。あれもぜひね、ご当時の、埴輪になってきてますんで、ぜひね、あれ面白い、可愛らしい、その結構、そういうの好きな人はお買い求めいただければなと思いました。はい、この続きはまた後で。バキポキさんのブラキ。はい、パキポキさんのぼやき続きですということで、休みなのでもう全然ネタがございませんっていう感じなんですけど、トッキーさんが動き始めてますね。はい、先日いろいろなんかライブでね、販売なりプレゼントなりなんかされておりましてね、ハブちゃんタグとか、トキコタグとかね、いっぱいつけて、されておりました。なんかトキコ結構、好評でよかったなとかと思うんですけどね。また買ってねって感じですけどね。ありがとうございましたという感じです。あとはどうでしょうか。ヒロシさんがまだ AI の、画像処理というか、ね、動画を作ったりするのがハマってるみたいで、先日私が描いた似顔絵たちを、なんか、投稿されておりましたですね。すごいリアルになるんやなと思ってですね。気持ち悪って。一人で勝手に思っておりました。まあ、休みの日はもうポストしませんよ、あんまりねっていう感じなんですけども、よっぽどなんかちょっとこう植物関連とかであればポストしたりね、ストーリー上げたりは、しようかなと思うんですけども、お休みの時はやばい。ね、もうオフはオフで。はい。だからまあこの、もやきだけはちゃんと、やりおこうと。そんな感じで今やってるんですけどですね。
さてどうなんでしょうか。最近はそうですね、和歌山の兄貴は実生活してるみたいですね。はい、種をまいて、光どうやったかな。結構ローリングさんですかね、私のフォロワーさんでローリングさんも、光どうもうなんか出てましたね。すごいよね。結構早い段階で発根っていうかね、もう咲いてる、咲くっていうかな、成長か、成長してるみたいですね。今いいんでしょうね。今結構植えたらなんか結構いい感じで出るんかなとかね、思ったりねしてるんですけどですね。しかし庭のオベサさんはあれはカビなのかな、もしかして焼けてる、なんかそんな感じがしてきたんですけど、あれだけ家に入れようかなとか今思ったりねしてるんですけどね、どうしようかなとかって思ったんですけど、なかなか園芸活動っていうのがですね、はい、できてない現状ではありますが、はい、まあ、やるときにチャ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 っとやろうかなとかっていつもね思ってる感じであります。はい、まあ今日も休みなのでちょっとネタがございませんということなので、明日は木曜日ですね。はい、また私がまた1週間始まっちゃいますよっていう感じなんですけど、皆さんは週半ば折り返しということで、あと1日頑張ればもうあっという間のまた週末、今週はいいじゃないですか、火曜日スタートとかですね、あっという間やったらですね、もうっていう感じじゃないですかね。はい、まあそんな感じで過ごされてるかと思いますが、引き続き、天候の方もですね、雨がまた明日から降るか降らないかわからないですけど、なんかちょっと降ったり、ね、降らなかったりの感じみたいなので、まあ、くれぐれも、熱中症もそうですが、ね、なんかちょっと雨がよく降ったところは土砂崩れとかね、そういったところも気をつけていただければと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。テッケリージー。ロマンティックにセイエイエイエイ、ミステリアスにそう歌い、こんなに愛していたのに、てててて99.3恋をした、もう君に夢中、普通の女と思う、夏の日の君。